この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。この時間は横浜 FC 対名古屋グランパス、こちらの一戦をお届けいたします。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。さあ今日からリーグ戦開幕です。今シーズンも始まりました。その初戦のゲーム、このゲームは3-6-1のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん。そうですね、攻撃的な選手が枚数が多くなるので、前線からプレッシャーをかけて高い位置でボールを奪ってから攻撃をしていくという、はい、少し攻撃的な、ちょっと全体が少し前に上がったような狙いは取れますよね、はい、で、この3-6-1の布陣でのこのワントップ、求められることは何でしょうか。まあ、一番よくやるのは孤立することですよね、うん、やはりワントップにボールが入った時に収まる、はい、それにサポートいけるっていうバランスを取れてないとこのワントップが機能しなくなりますからね、はい、シャドウの役割をする選手たち、はい、これ当然期待されてるってことですか。そうですね、ワントップに対して関わりやすくなってますし、うん、距離感がちゃんと保ってくれると機能してくるのかなと思いますけどね、はいはい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。横浜 FC 対名古屋グランパス、まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。ゲームの立ち上がり、まずは見ていきましょう。長谷川、三田へ、いけるか、三田へチャンスを演出できるか。ルーズボール、まだある、絶好の位置、仕掛けるか、ミドル、いやいい反応でしたね北澤さん。いやよく止めましたね、ファインプレーですよね。長谷川ミドルシュートでした。有利、さあカウンターを仕掛けます。ボール入るか、ここは対応します。さあ左サイドへ、名古屋少し消極的に見えます。裏を狙う、おいい形ですよ、裏抜けた、チャンスになる、いけるか、シュート、先制グランパス、いや素晴らしい。長い、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあ名古屋先制1対0です。精神的なゆとりを持つことで視野がガッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね、はい、中央へ、うわー、コーナーキックとなります。ボールが上がる、クリアです。まだある、サイドを使います。ここで丁寧にボールを扱う、中は枚数いる、どうだ、ミドル、クリア、このピンチをなんとか出します。ンドカボニフェイス、組み立てながら攻め上がっていく、サイドを縦に走らせます。いい展開ですね。さあ来たか、うーん、上がってきますね。中に合わせてくるか、いけるか、中人数揃っている、チェックを受けながらのドリブル、来た、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。
縦へ送る稲垣、大きく縦へ、ここは通しません。さあ一気にカウンター、いいプレッシャー、自分で行く、ボールのパス、稲垣危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ゆるく狙ったボール、ちょっと伸びてしまいました。ここで笛、前半が終わりました。結果前半1-0、横浜 FC 1点を追う形で後半に向かいます。先制されてやはり点を取っていかなければならないということで攻め込もうとはしてましたけどもね、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか、後半はそこが見どころになると思いますね。横浜 FC 対名古屋グランパス、では引き続き試合をお楽しみください。後半スタートです。横浜 FC としてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。稲垣、マテウスへ、ここはいいプレスで奪います。三田、スルーパス、ここでいいでしょ、フリーで受ける、シーラーが拾いたい、必死のクリアですよね。さあカウンタースピードを上げたいところ、スルーパスを狙う、いいとこありますよ、長井へ、おいい形ですよ、激しいボールの奪い合いです。ここで受けて、さあどうする、チャンスを演出できるか、縦へのボール、小川、さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へのスルーパス、ここは通しません。中谷、米本、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。おお、これいいでしょ、抜いた、いけるか、シュート、シュート、わあ、ゲット、いやグランパス、これで2点差、いや素晴らしい。北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、ボックスの中であれだけ冷静に、ね、打ててますからね、シンプルな形ですけども狙ってなかなかできないですからね、いいことですね。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のはメンバーチェンジをします。さあ横浜 FC2 人の選手を入れ替えます。さあ名古屋、さらに1点を追加し2-0としています。名古屋としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうです、どうだこのシュート、素早いシュートモーションでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。拾えるかな、ここは対応します。さあ一気にカウンター、裏のスペースを狙う、いい展開ですね。さあ抜けた、フリーだ、クロス、わー、素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。さあ右へ預けて、緩いボール、どうだ、ちょっと伸びてしまいました。名古屋は選手を変えるようです。大
きく前線へ。マテウス、サイドのスペースへ走らせる。泉谷のボール、クロス、打った、シュート、決まった、追加点、グランバース。点差は3点、試合が決まってしまうのか。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりますよね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。横浜はメンバーチェンジがあるようです。さあ、横浜 FC、 同時に2人の選手が入れ替わります。さあ、名古屋、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。有利、岩竹、有利、長いボールを送ります。これはつながりません。稲垣、スルーパスを出す。小川、カウンターを仕掛けていきます。ふわっとしたボール、丸山、一旦戻します。主審、上を口に加えて、今試合終了です。3対0、横浜 FC 敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。横浜 FC としては、自分たちのスタイルが今日は見えにくいゲームになってしまいましたよね。それがそのまま結果に現れてしまったような感じだったので、チームとしての課題を見直す必要があると思いますね。そうですね。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。盤上に立って立ちくるトゲを刺すようなこの痛みなど、焦燥の正体に夢と勘違いしたくなる心模様。いつだってだって絡まるヘイデン、いつだってなんてかすまめいで、大人になったって今みたいなとも狙ったったった、叩きのナンセンスか、嘘みたいな視界を奪う言葉なら、復讐の正体が愛にのめり込んだみたいな、マリーさえも寄りかかり合って生きてる人生、いつもした仕事に見えて、化けをまとったって役に立つ場所があるなら、夜はまだ明けぬまま夢を見よう。僕にだってね、未来にかけて祈るような声援、怒りに身を任せ、時に出せ入れて、ちぎり起こした少年、聴きなく瞬間、聡明な瞳で世界を知る、溢れるこの迷い図、向かっててよ、拍手喝采で。起死回生の正体が絶望のうちに立たされる言葉が、辛い痛い足りたい場所もないくらい吐き出せる困り